飛鳥村は奈良県の中央部付近に位置する村である。高市郡に属す。中央集権立領国家の誕生の地であることから、飛鳥時代の宮殿や史跡が多く発掘されていることで知られ、日本人の心の故郷とも紹介される。日本で唯一、全域がこと保存法対象地域の自治体である。また、村全体の世界遺産登録に向けた計画が具体化している。 アスカ村特別措置法によって、村内全域が歴史的フ土ド保存の対象となっている。遺跡、景観保全のためやむを得ないが、この厳しい開発規制のため、人口は減少している。周りを丘や山に囲まれた小さな盆地に位置する。時代区分の一つである、アスカ時代の名称の由来となっている、自治体である。その時代区分の名称が示す通り、 元の名称は、アスカ村であったが、昭和31年7月3日に、坂郷村、高市村との合併により、現在のアスカ村になった。ただし、前身の旧、アスカ村が成立する明治22年4月1日以前から、アスカ村という地名は存在しており、いくつかの村と合併した際に、アスカ村が代表地名として残された。詳細については、 下記のリンクを参照。アスカ村内の郵便番号は634から 01XX となっている。アスカ神社アスカ寺、岡カテラ石舞台古墳板吹き具はとかめ意識の、ソマン文化館天かしの旧アスカヒカリの回廊。ありがとうございます。